夜、マセ地区より見た高い富士ハ池とシガレイクホテル、シガ高原スキー場、西立山と、東、立山山の内町は、長野県の北東に位置する町である。町内のシガ高原や、湯田中渋温泉郷などは、観光地として有名である。東西約39キロメートル、南北12キロメートル、標高は13ヶけの424メートルから、 浦岩菅山2341メートル。面積の90%以上が山林源野である。歌手段宮や扇状地には集落、他のほか、りんごぶどう桃などの工作地が斜面に広がっている。河川流域には火山活動の影響により温泉地が広がる。森林セラピー基地に認定されている。冬は日本海からの湿った空気が 高山にぶつかるため降雪が多く、山腹はスキー場として利用されている。また、降水量が多く、火山性の地質であり、標高差が激しいことなどから、米瀬川水系はたびたび水害が発生した。県境をまたぐ品野川、千曲川の支流のため、一級河川として国が管理している。高原には火山活動の痕跡のため、 大小70以上の湿原、池が点在し、高山植物や野獣鳥が生息するほか、石の湯の源氏ボタルをはじめ珍しい植生が観察できる。旧石器時代は、黒曜石、血岩で作った石器が発掘されている。縄文時代は、上条遺跡、伊勢具遺跡、佐野遺跡などで発掘されている。縄文版期前半の佐野遺跡で出土された土器は、 佐野式として指標となっている。古墳時代は夜、マセ地区に9つの古墳が残り、奈良平安時代には、薬草が、朝廷に献上され、平安時代には、朝廷の馬を育てる見巻きが設けられていた。鎌倉南北朝、室町時代には、地方有力豪族の高梨氏や光市、小島氏の支配下となり、後に、これら豪族は、上杉氏の家臣となり、 慶長三年に、上杉氏の会津天地と共に移転していった。江戸時代には、慶長三年から寛永元年までの26年の間に、多くの漁師交代があった。寛永元年からは、天領と松城藩領となり、幕末まで徳川幕府の統治が行われた。徳川幕末時点、の人口はおよそ8000人ほど。人口に比べ工作地が少なかったため、 米はほとんど年貢として納め、雑穀を主食としていた。竹細工、木工品、焚木、炭の生産と、草津街道の運搬補助、湯治場が主な産業であった。また、水利券争いがたびたび起きていた。平穏や和合会などの名称は、地域の争いが起きないように願いつけられた。奥志賀高原では、木島平村と夜政村の水争いもあった。 ヨマセ川水系の水利権は、下流の中野市川にあったことや、工作地が少ないことから、原の開拓が、盛んに行われた。特に徳川幕末、松城砂田半領では、佐久間商山が、高い文屈、野村、佐野村、湯田中村の利用係となり、頻繁に指導、鉱山開発などもした。山林原野は、歴史的に、地域共同体としての所有をしていた。 明治政府により国有とされた時期があったが多くを奪還し以降の土地所有権は入会権をもって山岳部は共同保有され上信越国立公園の中の志賀高原のほとんどの所有権は財団法人の共有名義となっている背景疎開地として当時平穏村人口6500人に対して 学童疎開人口五千弱、足立区からは千八百余名を受け入れたことに由来する、交流木戸地地獄谷温泉交絡館と完結線、湯田中駅旧駅舎湯田中温泉星川温泉、地獄谷屋園公園山内町の町内には60、近くの外湯、160近くの温泉宿泊施設がある。コンサートホール博物館、美術館、ありがとうございます。